一番苦労したっていう部分でやっぱり中身の作り込みですかね。ちょっと当初予定してたっていうかね、内容とかもやっぱりもっとこうしようこうしようみたいなのでどんどん膨れ上がっちゃったんで、まあ、もっとこうやりたいだとか、まあ、そういうシステム関係、今のその噂システムも含んでたけど、まあ、やっぱり罪の反省点っていうか、もっと生かしたいっていうところではスタッフの方からももっとこうにしたいんだみたいなところでは、逆にやっぱり思ってたよりボリュームっていうかね、全体の内容が濃くなって、まあいいことだったと思うんだけど、結構そこら辺は逆に、まあ、コンセンサスも含めてどこまでやり込むのかみたいな部分が、まあ、苦労したっていうか、苦労した経緯なんですかね。まあ、当初あそこまでやらないでもいいんじゃないのって思ってたところまで結構出てきちゃったから、その辺は苦労なのかなんなのかってところですけどね。いや、バツならではのそういう社会人、まあ、自分内容に対してアダルトっていう視点だとか、あの思考性だとかっていう部分のものでは、やっぱその雰囲気だけじゃなくて、そのゲームとしての中身としてが、やっぱりそのバツならでは その大人のね、視点思考からっていうのをどんだけ出せるかっていうことがポイントだと思ってたんで、まあ、そこはもうやっぱり一番にこだわったところであるけど、うん、まあお仕事的にはやっぱりそのメインキャラクターがやっぱり前に出てきちゃうもんですから、そういった部分では、目指すとこなんでね。で、罪と罰っていう部分ではその差別化をまず考えなきゃいけないから、で罪の方っていうのは、まあ学生服着てればよかったんだけどみたいなとこなんですけど、罰に関して言えば大人の人たちで、でも学生服って結構目立つじゃないですか。で、結構それ人気っていうところもあったんで、罰に関しては結構その辺が、まあ、半分ちょっと怖いところもあって、で普通の社会人っていうイメージの中で考えるんですけど、どうしてもそれだとヒーロー性がどうしてもないから、まあ、どうね変わって普通だけど変わった感じにできるかなっていうところが、まあ、こだわっているところではあるんだけど、結局あんまりいなさそうな人ばっかりですよね。まあでもそれはね、うーんって。まあ自分としては、まあ、興味持ったらそれを参考にしていくっていう感じで、変な話だけど、まあ、ちょっと前に流行ったようなで、ナイキの靴なんか流行ってたけど、まあ、ああいうのを見て、靴なんだけどあそこからこう なんていうの、コスチュームにあれ、あそこにデザインにあるそのコンセプチュアルな部分を理解して、あこのコンセプトは面白いなでデザインに持ってったりとか、うん、だから多分そういう意味では2人ともなんかこれっていうものに対してインスピレーションが湧くっていうよりかは、なんかまあ極端なこと言えばあるとあらゆるものに対して、まあ、それ要は自分が興味持ったものの中から、まあ、たまたまなのか必然なのかっていうところで、うん、インスパイアされるっていう方が強いよね。うん、まあ、それでも興味あるものがまた違うんだけどね。うん、それでも当たり前、本当だから、なんかやっぱアイデア考えるって言ってこうやってうーんって腕組んでうなってれば出てくるかって言ったら全然そんなことない。逆にそれなことではまるっきりインスピレーションも湧かないし、何からもインスパイアされないから。まあ平安時代とかって言ってね、なんかいきなり主人公がマロワとかっていう話されても、なんじゃそれみたいな。まあね、ごく平凡なマロがひょんなことから重大な事件に巻き込まれて、都がピンチだみたいな。いやでもやっぱり最近になって、やっぱり紫式部が偉大だとか、なんでそんなこと、なんで思うんですか、紫式部が偉大だって。読んだりしてるわけ。いやちょっと読もうかなと思って。紫式部を読もうと思ってるの。まあそれは置いといて、いやすごい過去のっていうか
まあ、別に歴史ものとかっていう意味合いじゃないけど、あのそういうのは非常に興味あるとかやりたいとは思いますよ。結構そういうのを題材にした作品でも面白い作品がいっぱいあるし、そういう作品もすごく好きだから、まあそういう感じにね、女神転生も作れたら面白いなってすごい感じてるんで、まあ、あの構想してる中ではあるんですよね。結構早く出したいんですけど。そうですね、やっぱりだから学生っていうのは少なからず誰しもが経験することだと思うんですよ。だからそういう意味では非常に誰しもが共感できることだと思うし、また本当にもう、まあ、自分も含めてそういう多感な時期としていろんなものをその吸収した時だと思うんですね。学生ってのは逆にそういう何も縛られないでいろんなことができた時だとは思うんで、そういう意味でそういういろんな、テーマ性もそうだけどいろんな投げかけもできるんだと思うんですけど、まあ、学生時代はインパクトありましたよね。まあそんな長く生きてるわけじゃないですけど、あの時期は本当にインパクトあったんで、まあ、そのインパクトを忘れないようにしてもう一回作ってみたって感じですかね、ペルソナは。まあ、アトラスが作るっていうか、島弓転生の世界っていう部分ではおそらくやっぱり独自のもの、他ではないもの、オリジナリティっていう部分をつうのが非常に確立していると自負しているので、まあ、そういう意味ではやっぱり他では体験できないというか、ね、世界観もそうだと思うし、ゲーム性っていう大きなところでもそうだと思うので、違ったまたものを体験してもらえるんじゃないかというふうには自分としては思っています。なんで新女神転生なのかなっていう名前にギャップがありますよね、結構ね。未だに思ってるんですけど、まあギャップがあるんですよ。で、名前からすると中身は結構、まあ名前でどういう想像するのか分かんないけど、中身とはかなり違うとは思うんで、で何が詰まってるかっていうと、結構日常生きてて、うまくいかなかったり、自分はこうじゃないぞとか思ってたりとか、まあ、違う日常を絶えず人間は求めちゃったりするもんですよね。そういうのは、まあ、人としてはやっぱり脳が刺激を求めるもんだと思うんですよ。だそういう刺激が多分いっぱい詰まってる作品が新女神転生なんで、それはすごくあの身近なところを題材にしてるから、すごく脳に対して理解しやすい刺激になると思うし、それは思いもかけない広がりをするから、まあ、あの脳にいいですよと。なんじゃそりゃ。